はい、皆さんこんにちは。中村喜久夫です。すっきりわかる宅建士読者サポート講義2023本日は第11回目ですねえ。宅建業法第5章業務上の規制の中からえ、1。業務を行う上でのルール、これをお送りしたいと思います。 あの業務上の規制第5章なんですがいろいろ勉強することが多いんですねボリュームが多いんです、えー、従ってましたがって3回に分けてです、ね、お送りしたいと思います今日はその、えー、最初の部分ですね、まあ、ケース1から4について業務を行う上でのルールこれをお話したいと思いますがここはですねあの理屈の上ででそんなに難しいことはありませんので、まあ、常識であの分かる部分結構ありますので、えー、サ,クサクあの勉強していただければなと思います えっとまずはケース1ですね、未完成物件の広告、契約には制限がある、あのー、初めて勉強される方はです、ね、ここの部分はその、まあ、常識では分からなくてです、ねえ、そんなルールあるのってことになると思うんですが、あのまあそこに書いてあるとおりなんですね、あの広告とか契約をです、ねえー、勝手にやっていいわけではないんですね、であの今あの表、まあ、テキストにも同じ表があるわけなんですが、えー、広告開始時期の制限と契約締結時期の制限とここ書かれています。 今、赤枠で囲ったところですね、あの建築確認、開発許可という言葉もおそらくあの初めて聞かれたと思うんですが、えー、建物を建てるときにです、ね、これ、勝手に建てていいわけじゃないんですね、あのーまあ、特定行政庁といったあの行政ですけど、ですねそこにあのこういう建物建てていいですかって言って、いいよって言われて、初めて建てることができるんですね。 うん開発許可っていうのは土地の造成工事だと思ってください。えー、例えばこう山を切り開いて宅地にするといった場合、ですねうんじゃあその宅地、あの勝手に山を切り開いていいかっていうと、まあ、一定面積以上なんですが、あの開発許可という、まあ、許可がいるんですね。えー、この開発許可、建築確認についてはです、ねえーっと、パート2ですかね、法令上の制限のところでしっかり勉強しますが、まあ、試験によく出るところですが、まあ、今の段階ではです、ね、もう勝手にその家を建てたり、勝手にまあ土地の造成 で、工事はできないんだと思ってください。で、その必要な許可確認を受けるまではですね。まあ、広告や契約が制限されてるんだ、えー、これがですね。広告解析の制限契約締結時期の制限ですね。えー、とテキストの方にも早速と書いたと思うんですが、えー、っとなんでしょうね。例えば、その3階建ての家を建てようと思って、広告したところが3階建ての建築確認に降りなかったこれ嘘の広告になってしまいますんで、あの確認が降りてから広告しなさいね。というルールになってるんですね。 まあそういうルールがあるんだということだけでいいんですが、まあ、ちょっと確認です。今、吹き出しつけたところですね。えっと、まあ売買と交換おなじみなんですが、貸借のところですね。貸借、これ、自らは入ってませんよね。これはあの第一章で勉強したように、自ら貸主は宅建業ではございませんので、えー、例えば自分がアパートを建てた、その自分が貸す場合にです、ね、もう広告契約、これはあの宅建業じゃないんで、制限を受けないんですね。広告開始時期の 制限とか契約締結時期の制限は受けません、これはきっかけとしては、まあ、よく使われるところということになりますね、まあ、それ以外の場合はです、ね、うんまあ、必要な許可確認が下りないと、まあ、契約できないんだということになるわけです。でちょっと気になるのはです、ね、この部分ですね、今、資格をし、えー、つけたところです、退、え、職、ー、に関しては、これ、契約については丸となってますね、つまりあの契約締結時期の制限を受けないんですよ。 えー、建築確認や開発許可を受ける前であっても、ですね対借の契約はできるんですね、広告はだめですよ、えー、契約はできるんだということになってます。ですから、3階建てのアパートを、えー、もちろん自ら貸す場合はね、えー、宅建業法じゃないんで、これ、適用を受けませんが、えー、その賃貸借のですね代理や媒介をする、これ、広告はできないんですが、建築確認が降りる前のアパートであっても、ですねじゃあ、たまたまお店に来た方に、ですね、えー、こういうアパートがあるんです。 契約しますか、うん、ぜひお金を借りたいよと、この契約の代理媒介は OK なんだということですね、ここ、要注意ということになります。であの、この広告開始時期の制限についてですね、えーとまあ、どうしても触れておきたいのが、まあ、令和4年の問題なんですね、で令和4年の試験問題では、そらく一番議論があったところのかなと思うんですが、えー、この広告開始時期の制限に関して、ちょっと細かいことが出されたんですね。 えー、宅建業者 A が未完成の建売り住宅を販売する場合建築基準法第6条第1項に基づく確認を受けた後あのこの建築基準法第6条第1項 っていうのがその建築確認、つまりこういう建物を建てていいですか、いいよって言ってくれる条文、えー、の規定がこの六条第一項なんですね。であのまあ建築基準法ってきてて確認になってるんで、あ建築確認だなと思っていただければいいんですが、まあ、この建築確認を受けた後っていうんで広告していいって言うんですよ。 ところが、ですねその内容を変更するって話がこの問題なんですね。ですから、なんでしょうね、まあ、水回りの位置を変更するとか、ですな、ね、ん、えー、でしょうね、間取りを一部変更するってことなんでしょうね。で、あのまあ、軽微な変更だったらば、まあ、そのままでいいんですが、まあ、ある程度の,きあの変更が伴う場合にはですね、この 建築確認の取り直しっていう話になるわけですよでこの取り直しをするというときに、えー、広告を続けられるのかどうか、まあ、ここが聞かれたわけなんですね。で、今、あのー、赤線引いてあるところ、まあ、建築確認を受けた後、ちょっと問題を見ますとね、同、え、行、ー、の変更の確認の申請書を提出する期間においては、ここで迷うわけですよ変更の確認ってなんだと思うんですが、変更の確認を受ける予定であることを表示し、かつ当初の確認内容を合わせて表示すれば、 変更の確認の内容を広告することができると。まあ、こういう問題集が出たわけですね。丸かわずかということは出たわけです。 であの変更の確認、まあ、先ほどちょっと申し上げたようにです、ね、えーまあ、2階建てを3階建てってことはまあないんでしょうが、まああのまあ、水回りの位置を変えるとかですね、えー、いうことを行っていると思ってください、で一旦広告したんだけれども、確認を受けてね、もちろん,、うん、その内容は変わった、引き続き広告していいのか、いやいやあの、変更があるんだから一旦取り下げるのかという話なんですが、これはあの一定の条件を満たせばです、ね、まあ、そのまま、うん、広告してもいいよと。 いうことになっております、うんまあ、そうじゃないと、営業活動に支障が出るってことでしょうね。で、その一点の条件っていうのはです、ね、変更の確今、青い線を引いたところです、変更の確認を受ける予定であることを表示し、かつ当初の確認内容を合わせて表示すれば、ですから、えー、と当初、こういう内容度確認を受けたけど、今、変更の確認を受けてるんですということをです、ね、言えば、これ、引き続き、広告してもいいよと。 いうことが、まあ、実は決まってまして、まあ、そのことが出されたということですね。まあ、テキストの方にもですね、発展というところで入れてあります。まあ、確認していただければと思います。あのこういうことってですね。二、まあ、年連続平気で出してきますんで、去年出たから今年は出ないよって、あの令和5年の受験の際に思わないことですね。えー、一応、これは丸だということになります。 それからケース2以降、ですねあの、まあ、いろんな規制が出てくるんですね。でこれはの、ケース2ではですね1から4番まで扱っているのかな、でまあ、それほどまあ難しい内容ではないです。えーまあ、あ,のある種、常識で判断していただければ、まあ、そうやってもテキストはしっかり読んでいただきたいんですが。 まあの最初、一番のですね古代広告の禁止、こ,これは、これはある種分かるでしょうけど、嘘をついちゃいかんってことですね、面積を広めに言っちゃうとか、北向きなのに南向きと言っちゃうって、そういうことはダメだよということですね、テキストにも書きましたけど、これ、被害者がいなくても、実際にある種古代広告、嘘の広告で騙された人がいなくても、ですねこれは他県業法違反だということになります。 2番、取引対応の明示義務、これがあの初めて聞く言葉かもしれませんが、あの取引対応っていうのはです、ね、まあ、今まで勉強してきた売り主とか代理とか媒介ですね、あのまあ、自分の立場をしっかりとはっきりさせなさいということでございます。これがです、ね、広告をする時ときと、うん、注文を受けたとき、明示しなさいということになっています。 あの広告ですから広告には必ず書くんですね、取引対応、自分は売り主なのか代理なのか、代理や売買ですと、ですねまあ後でえお話しする、報酬、いわゆる仲介手数料ってところに言ってますが、宅建試験の言葉で言えば、売買報酬って言うんですか。 まあそれが発生しますので、まあ、それを売り主なのか、この広告主は、ね、代理や媒介なのか、これはっきりさせてください、それから注文を受ける際ですね、この物件買いたいんだ、借りたいんだというときに、まあ、宅建業者の取引対応を明示しろということが、取引対応の明示です。 3番、断定的判断の禁止ですね、テキストの例書いてますがあの、必ず値上がりする物件だとかです、ねまあ、そういうことをこう、まああのまあ、根拠もなく言っちゃいかんということになります。 それから不当な利口地延の禁止、これがね、実はあの突っ込んでいくとなかなか難しいんですが、登、う、記、んまあの移転、登、ま、記、あ、ってまだ勉強してませんがあの、この不動産は誰のものだっていう台、まあ、帳みたいなものなんですが、えー、その売り主から買い主に登記を移すんですが、名前をですね、その登記の移転とか、物件の引き渡し、それから代金の支払いですね、これについてですね、うんまあ、あの理由もないのに、 まあ遅延、ぐずぐずやらないのはだめだよと、しの,の言ってお金払わないとか、登記を移さないと、これはだめだよということですね、まあ、不当なとついてますんで、まあ、もちろん、あのー、正当な理由があるんであればです、ね、これはまあ違反にはならないんですが、えーまあ、この登記の移転、引き渡し、代金支払い、まあ、大変大事な項目についてです、ね、まあ、引き延ばしちゃいけないよということが決まっております、適当でぜひ確認してください。 であのケースさんからがです、ね、この5番以降のことが書かれているんですね、えーと、宅建業者の業務処理原則、これはあのしっかり教育しなさいとかです、ね、まあ、真偽誠実、ですからあの嘘をつくようなことなくです、ね、まあ、あの誠実に仕事をしてください、まあ、そんなことが書かれています、まあ、当たり前じゃんと思うかもしれませんが、えー、まあ実際、本試験でも出されておりますんで、えー、こういったことも一応、目を通していただく。 それから守秘義務ですね、あのこれはあの想像に難くないと思うんですが、竹、ま、城、あ、さん、いろんなプライバシーをに触れることになりますので、まあ、それをこう、ね、言いふらしちゃダメだよと、ね、あの芸能人のなんとかさんが、えー、家から来たよ、まあ、実はあの、えー、あの女優さんは、ね、あの俳優さんと付き合ってるんだよみたいなです、ね、えー、そういうことを言っちゃいかんよと、ね、SNS に上げちゃいかんよということでございます。あのーまあ、テキストにもあるんですが、正当な理由なしに業務上、知り得た秘密を漏らしてはならない。 ですから裁判等で証言を求められるとか、ですね、まあ、その正当な理由があるんであれば、これは構わないということになるんですが、まあ、それ以外の場合には、これ、秘密を守らなきゃいけないで。この守秘義務、ちょっとポイントは、ですね宅検業者を辞めた後ですから、宅検業者さんが、えー、宅検業を廃業した後とかですね。 従業員だった方は、その,あの宅建業者を辞めた後もですねこれ、守らなければならないということですね。あの退職したから秘密ベラベラ喋ってもいいよということにはならないということです。それから7番、強引な営業の禁止。まあ、そりゃそうだよねと、ね無理やりあの、ね、ああの買わないと、ね、あの事務所からかあの返しませんよみたいな、そんなのやっちゃダメだよってことですね。えーまあ、それはそうなんですが、そのえっと、じゃあ、強引な営業って具体的にはどういうことなの 作権業者がしてはならない行為というのはです、ね、まあ、テキストのほうに1番から5番まで、えー、上げてあります、でこれは、あのてんですね、条文とか解釈運用の考え方そのまま出してるんですが、あの試験問題でもそのまま使われる、えー、ことは多いんで,です、ね、まあ、ぜひ確認してください、まあ、テ,あのテキストのほうにまああの表にして入れております,んでです、ねまああので、ご確認いただければということになります。 それから4番、えー、と預かり金、えー、の返還を拒むことの禁止ですね。預かり金、あのこのあと9番でご説明する手付金とは違うんですが、預かり金ですね、契約成立前に預かっているお金、これは基本的には、うん契約が成立しなかった場合はもちろんですね、まあ、契約成立した場合にも、まあ、返すというのが原則なんですね。だったら契約成立した場合にはです、ね、まあ、あの代金に、まあ、当てる。 あのね、預かり金返して、またお金もらうっていうの面倒くさいですから、まあ、代金の一部に充当するっていうことが多いですが、まあ、基本的には預かり金は返しなさい、まあ、特にです、ね、あの契約成立しなかった場合ですね、それをあのしのごの言って返さないってことはダメだよってこれもこういう条文で出てくるというのが書いてありますんで、えー、2つほど挙げてあります、まあ、テキストのほうで確認してください。 それからケース4ですね、これ、手付けというのが書いてあります。これがですね、おそらく初めての方には分かりにくいかと思いますので、ちょっと解説していこうかと思います。 で手付けなんですが、まあ、例えばその売り主、買い主の間で,です、ね、まあ、代金4000万円の、まあ、宅地でも建物でもいいんですが、売買契約が結ばれたとします、まあ、あの買い主はです、ねまあ、売り主に4000万円を払うということになるわけですが、いきなり4000万円をボーンと払うということは普通はしないんですね。で、えっと、契約した際にです、ね、まあ、手付金というしてです、ね、一部を払うのがまあ普通です。あのまあ、例えば、手付金200万円を払うということですね。 えっと、ま、契約した証拠としてっていうのもありますし、ま、あの、他にもですね、あの、ま、債務不履行、約束違反があった場合の、まあ、罰金としてっていうこともあり得るんですが、違約金としてってこともあり得るんですが、ま、あの、手付は、まあ、いろんな種類があるよってことが、ま、あの、まあ、あるんですけど、えっと、まあ、今からお話しする解約手付だけをですね、宅建試験では覚えておけばいいです。ただ、あの、解約手付以外にもあるんだっていうことを知っといた、あの、方がいい。 方がちょっと問題文を読んだとき、戸惑わないこともあるんで。 まあテキストの側中の方にはね、あの解約手付以外にも、省約手付とか、約、えー、手付って呼ばれるものがあるよっていうふうに言ってるんですが、その違いがあんま分からなくてもいいです、この解約手付さえまあよく分かっていただければで、この解約手付って何かって言いますと、えー、今言ったように、ですね、まあ、4月1日に契約したとするで、あのー、契約したその日に建物引き渡すってこともあるんですが、まあ、通常、引き渡しまで期間が空くのが普通なんですよ、ひぐらいですね。 売り主の方としては、いろいろ最終的な片付けをするとか引き渡しの準備をするとかですね残地物を片付けて、買い主の方は住宅ローンを組んだりとかですねいろんな準備をするということでしょう。であのー 最初のこの契約したときに、ですね、ですから手付金、代金4000万円だけど、じゃあ、まず200万円払っておこうかと、まあ、こんなふうになるんですよね。で、うーんこの残金決済、この引き渡しのときにです、ね、残り、まあ、今200万円払ってるんであれば、3800万円払うことで、えー、宅地建物を渡してあげると、まあ、こういうふうになるわけですね。で、あのー、さらにこの中間金ってのを払うこともあります。ですから、手付金で200万円払って、まあ、中間金で800万円払う。 で残金決済はそうしますと、えー、3000万ということですかね、えーっと。まず最初に契約の段階で200万円払って、えー、中間金として、じゃあ、なんでしょうね、4月の15日に800万円払って、ですね、まあ、そのお金で、まあのーまあ、売り主側、はいろんな準備をするかもしれませんがね、えー、買い主としては、えー、失礼、えー、引き渡し5月1日の時点で、えー、買い主が残りのお金を払うことで引き渡す、タ、え、ク、ー、建物を、えー、自分のものにできるということですね。 こういった手付金、まあ、中間金、こういうのがです、ねえー、行われるんだ、売買代金というのはこうやって分けて払われることが一般的なんだということは、うーんまあ、初めて勉強した方は頭にいてください。特に今、しっかり押さえていただきたいのが手付金ですね、まあ、契約の段階で、まあ、最初にお金が払われるんだということです。でこのの手手付付金金ななんんんででですすがががいろああるる試験で出るのはこの 的に解約手付けですので、解約手付けとは何かということをしっかり押さえてほしいんですね。えー、と契約のときに手付け金を払うんですが、これが実は今、あのー、出ている3つの、まあ、ルールが適用されるんですよ。で、えー、とそうですね、まあ、200万円、4千万円の売買代金で200万円払ったとします。で、ま番ですね、えーと、買い主側はです、ね、手付けを放棄すれば契約を解除できる、まあ、これ、手付け放棄っていうんですが。 まあそうなのっていう感じかもしれませんがあの、契約のキャンセルって普通はダメなんですね、約束は守るなんですよ。4000万円で買うって言った以上は、えー、その後にに、ねうん、3000万円に、ね、もっといい物件が見つかったとしてもです、ね、契約は守んなきゃいけないわけですよ。守んなかったら債務不履行だってことで,です、ね、えー、じゃあ分かんない、違約金ね、えー、じゃあ,あの、違約金、えー、と400万円よこせとかですね、500万円よこせって言われちゃう可能性も、まあ、ありえるわけなんですね。 えー、ところがです、ね、この解約手付を払った場合にはです、ね、飼い主側は手付を放棄すれば、つまり手付を諦めれば、えー、契約のキャンセルができるわけです。ですから、あのー、3000万円でもっといい物件が見つかればです、ね、200万円を諦めて、売り主さん、売り主さん、4000万円で家買うって言ったけど、ごめんねって。 えー、何それひどいじゃないですか。いやその代わりあのあんたにあげた手付金ね返してくんなくていいから返してくんなくていいからあの契約なかったことにしてねっていうことは言えるんですね。まあ200万円は損しますけどえっ、ー、と3000万円でですね、えー、もっといい円が入りますからまあトータル3200万円4000万円払うよりはまあお得だということですよね、えー。買い主側は手付法金をに契約を解除できるということです。で売り主の方もですねこれ契約あのキャンセルできなければアンフェアなわけですね。 買い主だけじゃなくて、売り主の方も契約を、えー、キャンセルできます。これは、ただしその場合にはです、ね、手付けの倍返しなんですね。えー、と200万円、買い主から受け取った、その200万円を返すだけじゃ、売り主、何の損もしてないわけですよ。何も損もなしにです、ね、契約キャンセルできる。買い主としてはせっかく契約結んだのに、あの手付け金返してもらうだけじゃ、ね、えなんかせっかく契約結んだのにってことになるんで、まあ、手付けの分のお金を払う,うん。だから200万円返してさらに200万払う。これ、倍返しですね。 倍買出をすれば契約をキャンセルできるということになってます売り主からはねということですね。で、えっ、ー、とそうは言ってもですね、丸三番相手方が履行に着手。つまり履行というのは契約の実行ですね。契約に向けて契約を結んだときに手付金を払うわけですが、契約に向けて実行 し始めた、履行に着手ですから、手をつけた時には、ですね手付け放棄や手付け売買い返しもできないということになります。まあ、極端な話ですけども、えー、じゃあ、あの手付け払った、200万円払った、で、えっとね、飼い主はね、よし、明日引っ越しだと思ってる時にですねねお金を、ね、渡して引き,引き渡しを受けるわけだから、よし、あの引っ越しできるぞと思って、今住んでるアパートも全部解約した後にですね売り主の方から、すいません、手付け売買い返しするから、えーね、契約キャンセルしてください。いやいやや俺どこに住むのって 話になっちゃうわけですねだから、飼い主側が例えば今住んでいる賃貸、アパートを解約するなんてのは、これ、利効に着手ということになるでしょうから、これはもう手付け放棄はできないよ、手付け売買収による解,あの解約はできないよということですね、ポイントは相手方がってことですね、まあ、テキストのほうで確認いただきたいんですが、自分が履行に着手していても構わないんですね、相手方が履行に着手した後は、えー、この解約手付けによるキャンセルはできないんだということになります。 えっとそうですね、あのじゃあ離婚に着手って具体的にどういうことなのまあ今、えー、そこに書いたような手付金以外の代金を払うとかです、ねえー、引き出しや移転登記を行うということが、まあ、試験では使われてますからねもう一つ、この手付金に関してですね、えー、宅建業者が手付金を貸すということが禁止されてます。これはの手付対応の禁止というんですね で,すからあのでしょうね、えーと、テキストのイラストのほうにも書いたんですが、飼、うん、い主のほうはです、ね、今ちょっとお金持ってないんだよ、でも契約したいんだ、ね、手付金200万円ないな、じゃあ契約できないな、明日にしようか、あの宅建業者の売り主側はです、ねまああの、お客さんに逃がしたくないですから、じゃあ貸してあげます、貸してあげますって、これ言っちゃダメなんだよということですね、飼、まあ、い主側が、まあ、安易に契約することを防ぐということが目的とされています。で問題は手手付付対対応応ににあたる行為と手付対応にあた 足らない行為問題ないい行行為為問題これが試験の,あのテキストのも書いてありますが、あの手付けを貸すとか、ですねあの立て替える、これダメなんですが、分割払い、だからあの手付金200万のうち、じゃあ、あの今は100万ですよ、残り100万はね、明日でって、これダメなんですね、結局100万円貸してと一緒ですから、一方、問題ない行為として、手付けの減額ですね、200万円の手付金なんだけど、今100万円しかない、じゃあ、手付金100万円でいいですよ。 この場合にはです、ねうん、手付け放棄も100万円で済むわけですから、これはあの手付けの対応には当たらないということですね。まあ、それから、下に書いてあるその、誰、宅建業者は貸すのはだめだけど、えっと、銀行から借りられるように斡旋してあげる、まあ、こういったことは、えー、問題ないんだということですね。まあ、こういったことを、ああペラペラって言われても分かりにくいかもしれませんが、適送法でしっかり確認しておいてください。 はい、ここであの本試験問題にチャレンジしてみましょうと例によって本試験問題にチャレンジですね令和3年の問題を持ってきています、えー、っと正しいものはいくつあるかという問題なんですが足の「あ」から「絵まで、ねまあ、一つ一つ見ていきましょう、はい、まず足のあです、ね「あ、えー」はタクシーの販売広告においてタクシーに対する将来の利用制限について著しく事実に相違する表示をしてはならない、まあ、あのこれは簡単ですよね正しいか正しくないかという話なんですが 著しく事実に相違する表示、まあ、これはしてはならない、まあ、これはその通りだなというのは分かっていただけると思います。いわゆる古代広告ですね。まあ、著しく事実に相違する表示、まあ、有料五人とかです、ねまあ、有利五人ですね。これをしてはいけないということになるわけです。これは正しい足だということになります。足の輪は正しい。続いて足の輪、e、建物の貸借の媒介において、広告を行った場合には、 依頼者の依頼の有無にかかわらず、報酬の限度額を超えて、当該広告の料金に相当する額を受領することができるということですね、これ、報酬額の制限ということで,です、ね、えー、まだやってないんですね、まあ、報酬の限度額というのがです、ね、あります、えー、っと今日は第5章の,パあの1つ目のお話をしていますが、えー、第5章3回に分ける、3回目でお話ということになるんですが、まあ、一定額以上取れないんですね。でただあの、例外的にですね。 あの広告料金等をえ取るるここととがができう、まあ、ういう話があります、えー、報酬限度額、まあ、これ、大臣ご指の最後でお話しますが、あのー、一定の場合には取れるんですが、それはあの依頼者の依頼が必要なんですね、ところがこの問題文、依頼者の依頼の有無に関わらずと書いてありますんで、えー、受領することはできない、誤りだということになります、まあ、この部分はね今日できなくても仕方ないかもしれませんね、はい、足のうですね。 複数の区画がある宅地の売買について数回に分けて広告するときは最初に行う広告に取引対応の別を明示すれば足りそれ以降は明示すする必要はないといととうことですよね、はい、取引対応の明示、これやりましたよね売り主なのか、まあ、売買なのか代理なのか、まあ、自分の立場をはっきりさせてくださいということですよね。 であの広告にはこれもあの表示しますし、えー、取引きの、ね、注文を受けた際にもこれ表示する、まあ、それは注文を受けた際は口頭でもいいんですが、まあ、広告にはねはっきり書きましょう、であの分譲現場、複数のえ土地を売るとか、ですね建物を売る、例えばなんでしょうね、戸建て分譲地で,ですね、えー、住宅がえ立ち並んでてです、ね、じゃあ全部であの30個あると。 一んに30個売るとですね、売る方も大変なんで、じゃあ第1期、第2期、第3期みたいに分けてですね、まあ、10区画ずつ売るみたいなんですね。で、あのー、まあ、何回かに分けて広告する。第1期目の広告、第2期目の広告で、 最初に行う取引対応、最初に行う広告、第1期の広告だけに書いておけばいいのか、えっとね、数回に分けて広告する、えっと、これ、最初だけ言えばいいのかって、そんなことはないですよね、広告の都度取引対応を命じなければなりません、あのたまたまあの第1期を見ないで,です、ね、第2期の広告を見た方がね、 取引体を書いてないとわからないわけですから、これは毎回明示しなければなりません、それ以降、明示する必要はないというのは、これ、誤りだということになりますねあの、なんでしょうね、こういう話をすると、テキストのどこに書いてあるんですかみたいな話を言う人がたまにいるんですが、まあ、あのそんなことまで書いてるとです、ね、本当にもう、もう分厚くなって、読むのも大変ということになりますんであので、持ってる知識から考える、まあ、これ、大切ですよね。はい、足の上です えー、賃貸マンションの退借の倍解、退職にかかる倍解の依頼を受け、倍解契約を締結した場合であっても、当該マンションがマンションが建築確認申請中であるときは、広告することができない。これは簡単ですよね。えー、建築確認申請中です、えー。いわゆる広告開始時期の制限です。建築確認とか開発許可とかですね、必要な許可確認。 確認が下りた後でなければ、まあ、広告できないということになるわけです。えー、広告することはできないというこの足は、えー、正しい足だということになるわけですね。し、まあ、従いまして、あの正しいものはいくつかあるかという問題だったので、後への二つが正しいよということになるわけです。まあ、本試験問題、こんなレベルですからね。基礎をしっかり固めてください。まあ、その上で、ね、しっかり問題集を解いてくださいよ。すっきり解けるで、えー、似たような問題しっかり解き 解くことでたくさん解くことで、まあ、力が定着していきますからね、頑張っていきましょう、はいであのまあ、動画後期でですね詳しくいろいろお話をしておるんですがあの、やっぱりあまり細かいことを喋ってますとね、ねもうすでにあの時間も結構ううあの経過しておりますので、まあ、長くなってしまうので、まあ、省略してる部分もあります。 であの今回のところで言えばです、ね、計算の,のところ、まあ強引な営業の禁止、これ、相手方がしてはならないこと、これ、4番のね、預かり金の返還を拒むことの禁止のところでも出てくるんですが、あのなんでしょうね、法律の条文そのままはです、ね、テキストに出てきますんで、あのテストに出てきますんでここはぜひしっかり読んでおいてください、それからの制限行為能力者の取り消しについて、あのこれもですね、えー と令和3年の10月にも出題されております。あの結構あの盲点になりがちなところなんで、えー、しっかり確認しておいてください。はい、読者サポート講義2023第10回はこれで終了です。合格目指して頑張りましょう。動画をご覧いただきありがとうございました。この動画が参考になったのであればですね、えー、ぜひチャンネル登録と高評価ボタンをお願いしたいと思います。 えー、さらにですねコメント欄ですねあのこちらもなかなかお返事できていないんですがいつも大変励みになっておりますさらにさらにお願いできればですね、えー、amazon のレビューですねまあ、こちらの方もあの本を書くなかなか大変なんですが、えー、励みになります、えー、合わせてお願いできればと思いますよろしくお願いいたします